新潟市で昨日から開かれている G7 財務大臣中央銀行総裁会議。ウクライナ情勢や金融不安について議論が交わされています。一方、会場には新潟らしいおもてなしも。海外の記者の反応は。 Evening, everyone. Let's start the meeting. 昨日開幕した G7 財務大臣中央銀行総裁会議。会議では世界経済やウクライナ情勢などについて話し合われています。やっぱり財政金融というのはその経済のある意味であの、まあ、血の流れでもあったりそのベースになる部分でもあるので注目度も高いですし、もともと参加者の数も多いですし、まあ、そうしたあの非常に重要な会議をですね、この新潟市でですね開催することができた、新潟県で開催することができたということは非常にあの意義があるというふうに思っています。世界中が注目する今回の新潟での会議。プレスセンターではこのようにアメリカのテレビ局が中継を行っています。各国のメディアに関心の高いポイントを聞いてみると、For German people, the most important thing is how we deal with the war from Russia against the Ukraine and how we can help the Ukraine. I'm here covering the U.S. Treasury Department, and so Treasury Secretary Janet Yellen is here for the meetings, and so I'll be writing about her activities and what she's working on here. そんな世界のメディアが集まるプレスセンターに用意されたのは、2日目のプレスセンターはですね、一段といい香りが漂っております。新潟タレカツ丼をはじめ、新潟が誇る B 級グルメ三日月のイタリアン、さらには笹団子まで、新潟の美味しいものがずらりと並べられています。ランチタイムが始まる前の午前10時ごろ、おい手の空いてる人、その辺にラップがあるからさ、とりあえずちょっと始まるまでちょっとラップかけといて。最高の状態で提供できるように準備が進められていました。綺麗に積み上げられた飲むヨーグルト。しかし、部長、ダメだ、ダメダメダメだ、はい、お前ダメだって、崩れるってダメだって。取る際に崩れやすいということで並べ直しの指示が。細かなところまで気を配ります。外国の方もいらっしゃってるので、心の困ったおもてなしができるようにやりたいと思います。こうした中、おい、ブレーカーが落ちた、ダメなんじゃないか。ブレーカーが落ちました。大丈夫です。プレスセンターでは安全面の観点から火気厳禁、すべて電気器具で調理するためブレーカーが落ちる事態に。ぬるい、まあ、やっぱ食べます。大丈夫そうですか。大丈夫です。なんとかちょっとトラブルですけど。新潟の自慢のグルメを海外から来た人たちに楽しんでほしい。3ヶ月前から準備をしてきました。緊張します。緊張します。緊張します。なんで緊張してますか。いや、殴られ方がいっぱいいるんで。万が一はないよ。外国の方にもあの食べていただけるような味付けで、まあ、日本の味付けは崩さずですね、そういったものもあの用意してますんで、まあ、ご飯を中心にですね、あの食べていただければと思います。心づくしのおもてなしに外国メディアの反応は。What is this called? 笹団子。笹団子? Okay, I try it. Is it good? It's good. It tastes like red bean. Marshmallow. Like a marshmallow. But more good. 新潟の B 級グルメイタリアンはお口に合いましたか？It's lovely, yeah, it's very tasty. And even better than what you'd get in Italy, I'd say. It's very nice.
各国から集まった記者たちが取材を続ける注目の会議。2日目の今日はアメリカで相次いだ銀行破綻を受けて、デジタル時代の新たなリスクと対策などについて議論が交わされました。会議は明日最終日を迎え、共同声明が採択される予定です。